国でグリーンズマンが衝撃の理由で告発されてしまう。サッカー韓国代表の内紛自体で来韓サッカー協会は激しい批判に直面した中、チョンモンユサッカー協会長に続いてユーゲン・グリーンスマン前監督が業務往来などの疑いで警察に告発された。サッカー協会は16日、グリーンスマン監督を更迭した。署名には前日、定会長とグリーンスマン前監督、サッカー協会の副会長、ファン・ボグアン本部長を名誉毀損、出版物などによる名誉毀損、業務往来の疑いで追加で告発した。署名にはソン・フンミン選手とイラン人選手の衝突が国内メディアでなく英国の大衆紙で報道されたとし、これはアジアカップで最善を尽くした選手と国民の名誉を毀損するものだ主張した。会長が監督を一人で決めたのは強要による業務往来衝突について、初めに英国の大衆紙報道されたことが名誉毀損。これらについて監督も同罪だから告発してやった？正気かな。何これ、訴えたら金入るのか監督関係ねえだろだこ。さあ面白くなってまいりました。自分たちで勝手に S 級選手揃いだから優勝できると勘違いした結果。だから言ったろ？笑いこいつらと関わるとろくなことにはならないんだってよ。狂気を逸してて草もうこういう連中しか韓国に残らなくなるんじゃないか？よいぞもっとやれこれ本当に韓国人監督以外選べなくなるでよ。自分が常に正しいって考えてるなら自分以外の悪者が必要になるんだろうな。